プラス A をご覧の皆様、天才てれびくんザステージバックトゥザジャングルに出演いたします、永井亮輝です。さあということで、今回はこうして取材をしていただきました。ありがとうございます。嬉しかったです。第1弾に引き続いて第2弾も出演させていただけるということで、まあ、前回出演してくれたみんなの思いもつなげるように第2弾もしっかり頑張れたらいいなって思っております。思い出、あーでも結構いろいろこうたくさん当時のその小学生中学生じゃできないことをいっぱいやらせてもらって、例えば朝早くに起きて漁師さんと一緒に漁に出かけるとか、あとはもう夜ね森を使った大規模な肝試しやるとか、なんかそういう普通に生きていったらできないことをたくさんやらせてもらえたのが、僕はそのテレビ戦士やっててすごく嬉しかった思い出ですね。テンテレという、番組に、初めて参加したのがもうちょうど 10年ぐらい前になるんですけども、そこから番組を卒業して舞台の道を歩み、そこでまたテンテレが舞台化するってなって第1弾参加させていただき、今回第2弾では当時、とても親睦があった、まあ、千葉一馬くんとか、あとは矢部正樹、正樹もそうだし、あと、まあ、先輩ですけど愛美ちゃんとか、もう本当にそうそうたる面々でまたやれることにちょっとこうワクワクとドキドキとが結構いろいろいろんな感情が混ざって、早く稽古が始まらないかなと思ってます。当時を知ってる人も知らない人も絶対楽しめる内容になってると思うので、ぜひぜひ、温かく見守っていただき楽しんでいただけたらなと思います。お待ちしております。ありがとうございました。